おはよう。まだ起きてるの？もう朝だよ。まだ起きないの？今日何の日か覚えてんの？一緒にさ、アウトレットモール行こうって言ったじゃん。あとワークマンプラス早く行かないと、もう昼になっちゃうよ。もう今シャワー浴びてきてからさ、ほら早く早く起きてさ、用意してよ。あ、シャワー浴びた。お、いいねいいね。いや今日はね楽しみだったよね。いやチャムスのさ、バッグとリュックとかさ、いい感じのジャケットがあればさ欲しいからさ、 いいのあると思うね。じゃあさ着替えてさ早く行こう。いやこれどうかな、この前さユニクロでズボンを買ってきたのさ、似合う？これ上とさパーカーとさ、これいい感じかな、合うかな。問題ない？問題なさそうか。そうだね、今日ちょっとなんかもしかしたら天気がなんかちょっと曇りっぽいからさ、上着てかないといけないね。これ去年買ったやつだけど、これでいいかな。まあとりあえずこれ着てって、チャムスのねなんかアウトドアっぽいジャケットがあればさ、それ買ってこよっか。ちょっと待って、ちょっと5分だけ、ちょっと待って、ちょっと YouTube さ車で聞くやつさ、ちょっとダウンロードしてくわね。え、あ、これあんとね、本要約チャンネルだよ。すべきでないことと、はい、やっぱね1分1秒も無駄にできないから、コスパ最強のね知識をつけていかないと生き残れないからね。よし、ダウンロードした。じゃあね、まあでもあんま聞かないでしょ、だからね僕だけ聞くからさ。これあ、これ骨伝導イヤホンって言って、耳を完全に塞がないんだけど、なんと外の声を聞き取りながら僕だけこの YouTube を聞くことができる最先端のヘッドセットなんだよ。だからもし今話しかけてくれても僕は本屋さんを聞きながら君との会話に来て。よし、じゃあ行くか。忘れ物ない？携帯は持ったし、よし大丈夫かな。財布？ちょっと財布？あ、財布持ってなかった。危ない危ない。あ、よかった。教えてくれてありがとう。いや、財布持ってかなかったらもう何しに行くんだよって感じだよね。あ、危なかった。危なかった。よし、準備 OK。よし、行くか。よし、最終確認ね。よし、財布持った。スマホもね。スマホも持ったと。よし、じゃあ。大丈夫だね。よし、まあ、財布持ったらね、財布どうにでもなるから。よし、お付き。よし、行くか。あ、そうだ。ちょっと朝ごはんさ、コンビニで買ってこいよ。いや、だって君さ、全然起きるの遅くてさ、朝ごはん食べてる余裕なかったからさ、ねえ。じゃあさ、そこローソンあるからさ、そこ寄ってさ、朝ごはん買ってこ。で、買ってきた買ってきた、これ。まず飲み物ね、ほうじ茶と、ね、やっぱね、これだよね。梅しそご飯にしました、今日は。やっぱさ、今さ、なんか、筋トレしてるじゃん、僕。マヨネーズがあんま良くないらしいからさ。これ、梅で体力回復して、しそご飯でね、栄養満点って感じにしました。そしてもう一つね、買っちゃったよ、これ。これね、Lチキじゃないんだよ。パリパリチキン。パリチキってね、なんかあったかな。買っちゃった。ほら、めちゃくちゃね、すごいちっちゃいんだけどさ、ほんとパリパリすんのかね。お、パリパリするわ。おいしい。うん、あ、すごいちゃんとした肉感があるわ。一口食べる？はい。うん、ね、おいしいでしょ。おいしいね。あー、うまいわ。あれ、何買ったの？あれ、何それ、何これ、こんな今売ってんの？何これ、ブーブラスト、ポッピングキャンディー。ああ、君好きだよね、ブブル、ブーブラストポッピングキャンディー。なんかいつも君こんなによくわかんないお菓子買ってるよね。じゃあ行くか。はい、着きましたよ。いや、おしゃべりしてたらさ、あっという間だったね。いやー、じゃあちょっと天気あんま良くないけど、まあでも雨降ってはいないからさ、行くか。いやー、着いたねー。見てよ、誰もお客さんいないよ。いやー、やっぱ
アウトレットも結構おしゃれだよね。今日さ平日だからさ、お客さん全然いないね。雨っていうのもあるけど、やっぱこれってうちら勝ち組だからかな。よっ、勝ち組のお嬢さん。こんなみんながね仕事してる時に自由に買い物できるなんて幸せだね。じゃあ行きたいとこあったらさ見てこいよ。あ、ここちょっと見に行こう。これフランフラン雑貨好きだからさ。あ、これさ、これ見てかわいい。ほら森でさ使うさコップとかなかったからさ。あ、これとかもほら見てかわいい。いいんじゃない。ほらこういうのを触るとさ一枚かわいいし便利だよね。なんかもうちょっとねでかいボールみたいの欲しかったんだよね。ちょっとないかな。あ、あれ見に行こう。あれコロンビア、こういうなんかマウンテンパーカーっていうのかな、かっこいいよね。いくらするんだろう。よし、次のお店行こっか。見てこれ、かっこいいよね、コールマンの鍋って。ラップ小屋にもさ、こういうのセットであればすごい便利そうだよね。これいくらするんだ？ちょっと、次の店行こっか。あったチャンス、チャンスあったよ。ほらこのために来たんだよね。見てこれやっぱ可愛いよね、チャンスって。見てこれすごい可愛い。このサイズもちょうどいいな。あ、値段もね1540円の 30% オフだっけ。あ、これ買おうかな。コップもかわいい。これも 25% オフだって。いいね。いやー、これ見て。かわいいよね。あ、チャムスだから、これ第一候補かな。うん、ちょっと考えよう。見てみて、こういうのもさすごいあったかそうでいいよね。すごいいいなこういうの。あ、これちょっとまた今度にするか。これはね、いやーこれついに買っちゃったね。チャムスのね、結構いい。なんていうの、ジャンバー？あんな高いジャンバー買うのね、久しぶりだよ。1万円にしたよ。でも定価が1万5千円くらいで割引があったから、結構お得だったね。これでね、僕もね、ちゃんとしたキャンパーになったかな。あー、お腹すいたね。ソルトどっかで食べる？ソルトはどうだろう？違う店にしよっかね。ちょっとこれいいんじゃない。これほら、これすごい美味しそうだよ。カリカリチーズカレーパン、これ買って一緒に食べよっか。いやー、すごい降ってきたね。いやー、車で来てよかったね。本当に、電車だったら大変だったよ。いや、でもね、いい買い物できたわ。すごい、かっこいいね。ウィンドブレーカー、ジャンバー、マウンテンパーカー、ちょっと、なんかね、防寒具買えましたね。じゃあ、次、ワークマン、行きますか？ワークマン。チャムスはね、ちょっとズボンの種類あんま大きいお店じゃないからあんまなかったからさ、ワークマンでいい感じのズボン見つけて、あと靴もなんかあればさ
ワークマンの方が安いからさ、ちょっとお金がね、お金がどうしてもね、チャムスちょっと高かったから、ちょっとズボンと靴は節約しよっかね。今後の人生もね、うちらの人生もね、貯金しないとね、いろいろね、いけないし、よし、行こう。ブーン。お、いいのなんか食べてんね。どうぞ、美味しい、美味しい。ちょっと一口ちょうだい、一口。一口ちょうだい。はい。うん。うん。美味しい。美味しいね。やっぱね、こうやってね、高い外食もね、美味しいけどさ、こういうのをさ、分け合いながら食べるっていうのも美味しいよね。よし、着きましたよ。ワークマンプラス。ワークマンプラスって書いてるけどね、なんかお店は普通のワークマンと、なんか同じくらいだわ。なんかやっぱ、おしゃれな感じがするなぁ。ねえ、楽しみだね。じゃ、行くか。いや、そうだ。チャンプスのさ、上、買ったんだからさ、それ着てかないとね。チャムス、組み合わせだから。忘れてたよ。よし、これを着てね。いい感じのね、ズボンと、靴をね、買っちゃおうかな。あ、いいな、これいいわ。ちょっと見て、これ。ほら、これ、結構、おしゃれじゃない？1900円だって、これ。安いね。こう、うち、僕、さっき買ったの1万円したのに、こっちはあったかそうだけど、こっちもあったかいけどね。よーし、買ってきたよー、これ。結構買ったよ。これなんかスリッパみたいなね、靴ね。普段スリッパで歩いててさ、そろそろやっぱもう寒くなってきたから、これにして、あとね、ジーンズのパンツと、ブラウンのカーゴパンツ買ってきた。全部合わせても6000ちょっとで、1個2000円くらい。やっぱ安いね。うん。ワークマン。また来ちゃうね。じゃあ、帰るか。いやー、お疲れ様。いや、疲れたね。でも、楽しかったね。じゃあ、せっかくね、服買ってきたから、ファッションショーしよっか。はい、じゃあまずね、今日朝着てったのがね、これだよね。ユニクロのね、ジャケット、去年買ったやつで、あとは、タヌキチのパーカーだね。で、下が、この前買ったユニクロのズボン。そんな感じだよね。これも別にね、悪くないよね。こう、閉じてもね、なんかいい感じだよね。でここで新しく買ったのが、まずじゃあこのズボン履くか。今回ズボン2着ね買ったからね。はい、まず1つ目はこれ、ワークマンで買ったネイビーカラーのズボンです。これなんかね、おしゃれだよね。キャンプ系な、なんかおしゃれなね色合いしてるよね。これもいいね、なんかね。でこれがいくらだと思う？いくらだと思う？なんと1900円です。安いね。これいいんじゃない？ほらポケットもさ、これついてるんだよ、ここに。だからここに物も入っちゃうし、ジッパー付きだから落ちにくいよね。こっちもポケットあるし、この上にも分かんない、後ろもね、こんな感じでポケットがあります。これいいね。でここにこのジャンバーね、合わせたらどうなるか。するとこんな感じ。あ、いいかもね、これね。こんな感じ。こんな感じですよ。いいかもしんない。ねえ、ちょっとキャンパーっぽい。その辺行くのにもいいかもね、ちょっと。上を閉めるとこんな感じ。あ、なんかね、キャンパーでいそうだね、こうやって。なんか。こう焚き火をこうね、焚き火をこねこねしたいね。これチャムスのね、これが1万5000円くらいだったんだけど、30% オフで1万円でした。いや、これはね、ずっと着ていこうと思います。そして次は、まあ、どっちもいいかなと思ったからね、これも買いました。普通の
ネイビーのジーンズ。じゃあこっちもね、着替えてみるね。はい、着てみました。これ結構いいんじゃない。これもね、ちょっとスラッとしててさ、かっこいいんじゃない。ほら、こんな感じ、こんな感じね、いいよね。ちょっと上がダボってして、下がスラッとしててさ、これね、これでもうこの辺をこう履き指してね、やっちゃってるね、キャンパーこういう感じするよね。いいかもね、これね。これもね、ほら、ポケットがついてて、こっちにもポケットがついてるね。ジッパー付きと普通タイプとついててね、こんな感じ。いいね、これ。これも1900円かな。これは2500円で安いね。うん。そして、さらにこれも買ったんで、ほら、これなんかスリッパみたいな。でも中がね、すごいあったかいブーツみたいになってるの。ほら見て、すごいあったかそうでしょ。いつもスリッパ履いてるじゃん。で、僕履いてるスリッパさ、なんか適当に買った300円くらいのさ、穴が開いてるやつ、この辺にさ、夏履く、海とかで履くようなやつだからさ、泥とかがすごい入ってくんのさ。雨降った後とかさ、水のちょっと雨上がりの草むら歩くとさ、もう水だけになっちゃうから、これだったらさ、ねえ、大丈夫だよね。やっぱスリッパの方が履きやすいんだよね、その辺ちょこっと行ったりするとき、普段履きとして。あ、これいいんじゃない、ほら、これね、これいいんじゃない、ほらね、ちょっとね、おしゃれじゃない、ちょっといい感じだね。どうなんだろう。でもこれいいかも、履きやすいわ、柔らかくてあったかいしね。これ履いていくわ、このスタイルでいくわ、キャンプね。ね、いいね、これね。よし、じゃあもうね、お腹空いたから、ご飯にするか。ご飯にしてさ、もう寝るか。ね。